なんでや。あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。俺は今まで何度も復讐に巻き込まれてきた。だが憎しみや恨みって感情だけで復讐を果たしても、後に待っているのは悲しい結末だけだ。あんたがどうしても復讐をするっていうなら、その訳を教えてくれ。事情もわからないのに手助けはできない。教えられへん言うたら、俺はあんたをここで止める。答えはノーか。すまんな。俺はこの目で全てを確かめたいんじゃ。それまでは誰も信用できへん。なるほどな。どうやらあんたは俺と同じ匂いの男のようやな。俺の兄弟にもよう似とる。俺もあんたと似てる男を知ってる。安心したわ。あんた相手なら間違えて殺す心配はないようや。ああ、こっちもあんたがどこまで本気なのか確かめさせてもらうぜ。行くで。キリュー来い。やるやないかい。あんたもな、すごすぎるくらいだぜ。何してんの、おじさん。ねえ、何してんの、やめて、二人とも。はるか、浜崎に顔向けできん。浜崎。くそ、体が
モタン。おじさん、この人。